どうも、P425 です。というところで、動画の方を撮っていこうかな、というふうに思っております。よろしくお願いします。はい、というところなんですが、この画面はもしかして、<laughs> お前、フランチャイズのチームを決めるのかと、ね、思われた方いるかもしれません。え、お前まだやってる途中だよね、パイレーツ。しかも、まだ1人目でしょって思う方いるかもしれません。ね、違うんですよ、今回は。確かにこの画面ではあるんですけれども、今回やっていくのは、シャニマスの 次にプロデュースすするユニットを決めようです、はい、現状私この動画を撮影してる段階であのアルストロメリアのプロデュースの方がラスト月の満ち欠け <laughs> が、えー、残っているだけなんですよだからこれが終わったら次の、えー、球団じゃないユニットに入っていくんだけれども、まあ、今まではずっとこう、まあ、ノクチル最初にやった後、まあ、ノクチルをまああのコイト選んだから一番最初にやってでその次にまあ どうしようかなと思って、もイルミネだよなと思ってイルミネやって、で、こう、次は、なんか、アルストかシーズで悩んで、で、あのー、まあ、結局アルストになったんですけど、まあ、そんな感じで私のこの裁量というか、まあ、私がやろうかなって思った順番でやってたんですけど、 ちょっと今回はからね、またこうランダム要素を加えてやっていこうと。これもまた一つの楽しみにしてしまおうというふうに思っておりまして、今回やっていこうというふうに思っております。まあ正直座礁の時はね、こう地区決めてからとかっていうあの話もあるんですけど、まあアルストジャネア、えー、シャリマスについてはもう単純にこの今抽選箱の中にユニット名入ってますので、えー、ここから見ていこうというふうになっております。入っているのがホークラアンティーカー。 ストレイライト。で、シーズ。一応、ルカさんも入ってます。はい。まあ、たのルカさんを立ったら、あれだよね。多分シーズ、ウィングとかやらなきゃいけないようになるかなとは思うんだけど、うん、まあ、そこはちょっとまだ難しいラインでね。はい。やっていこうかなと思います。いろいろあると思うんですよ。その、例えば、これ読むためにはこのユニットのプロデュースやっといた方がいいみたいなのあると思うんですけど、もう、それを持ってたら終わんないんだ。<laughs> <laughs> だから、あの、普通にサロンもう都外市で、とりあえず、そのユニットをプロデュースする上での時系列順で見ていく。例えば、まあ、だから、ルカさんが出た場合は、あの、ツイッターでさ、あの、あるじゃん。あの、ルカさんのその時系列みたいなやつがあると思うんで、あれに沿ってやっていったりっていうところをやっていこうというふうに思っております。じゃあ、いきますか。えー、もう、この抽選ってボタンを押したら出てきますので、やっていきます。スタート。音が出なかった。 お、来ましたね。次のフランチャイズじゃない <laughs> プロデュースはシーズになりました。いやまあ、<laughs> シーズね、重いって聞きますけど。<laughs> 果たしてどうなんでしょうかというところって、えー、ここで申し訳ないんですけど、シーズやる上で必要な、あのー、前踏みっていうのがありましたら、ちょっとお教えしてほしいなというふうにも思っております。 こシーズはさ、その途中参加ユニットだから、ワンチャンそういうのがあるかもしんないじゃん。私一応明るい部屋はすでに読んでるんですけど、まあその後ですね。っていうところも含めて、なんか一回何かの全体コュの時にシーズって出てきたことあるんですよね。なんだったかなあれだ、翼を広げようかなんかでシーズって一回、だからテレビかなんかに出てきたんですけど、まあそれも含めてちょっとこう、見た方がいいコュなどありましたら、 よろしくお願いします。とりあえず次はシーズでございます。はい。<laughs> じゃあチャンネル登録もお待ちしてますんでよろしくお願いします。バイバイ。